山川博志公は日本の実業家、経営者。株式会社、ビフォワード代表取締役、株式会社、ワイズ参戦代表取締役、福岡県出身。生まれは鹿児島県で4歳の時に福岡県に引っ越す。父親は百貨店の外商部に勤めるサラリーマンで、母親は弟子を数名抱える美容室を経営していた。 小学4年生の時に剣道を始め、小、中、高は剣道一筋で、三池高校の剣道部では3年時に首相を務めた。大学時代は、アルバイトに明け暮れ月に50万円以上稼ぐこともあったが、車のレースにのめり込み給料の大半は、車の維持費で消費されていた。アルバイト代で最初に購入した車はセドリック430。アルバイトではをず、 誰よりも働いていたため、大学4年生の頃には64人いたアルバイトのトップになり、普通のアルバイトは、長ネクタイを締めるのが基本だったが、社員と同じネクタイ着用が許されていた。就職について深く考えず、趣味と遊びに夢中になっていたが、将来は車に関わる会社に行くことを望み、日産やホンダを受けるが、どちらも一時面接に至らなかった。 最終的に日産グループの東京日産自動車販売に就職する。アルバイトのしすぎでフランス語の単位を落としたため卒業できず、1年目はサラリーマンをやりながら大学にも通った。入社後すぐに頭角を表し、同社優秀新人営業賞を受賞。3年半勤めたが、学生時代からのめり込んだ車のレース関連の借金が800万円残っており、 当時25歳の山川は将来設計ができず、基本給の高い佐川急便の下請け会社に転職するも体力を使う仕事のため1日5食になり、結局金銭がたまらなかった。その後宝石店に転職したが、その半年後、東京日産自動車販売の先輩から声がかかり、カーワイズに入社。3ヶ月後には、同社トップセールスを記録する。 1999年に有限会社、ワイズ参戦を設立し、独立。車の買い取り業を営むが、海外輸出をする車屋が高額で自社の車を買っていくことに気づき、これを自分たちでやったら儲かるんじゃないかと思い、輸出ビジネスを始める。まずは、日本車の人気が高いミャンマーを目指したが、現地の関係者に2500万円を騙し取られた。次に、 ニュージーランドへの輸出を目論んだが、今度は現地の日本人に騙され、2億5000万円もの損失を出した。その後、レース用のドリフトカーを扱うなど他社との差別化を図り、海外で次第に車が売れ始める。ワイズ山川時代は、ワイズグループの軍曹と呼ばれたぐらい、部下たちを厳しく指導し、店舗も厚木店、埼玉店、浜松店、名古屋西店、 仙台店、岩木店、郡山店と広げていき、後に、これらの店は、弟子たちにお客さんをつけたまま独立させた。2004年3月に株式会社、ビフォワードを、設立同社代表取締役に就任する。その後、トレードカービューに解体者を掲載し始めたところ、アフリカ地域でよく売れ、徐々に経営が、軌道に乗り、2015年5月には、 月間約1万5000台の中古車をアフリカなど世界153の国と地域に輸出するグローバル企業へと成長させる。アフリカ現地に日本からのスタッフは置いておらず、どの国でも現地の協力会社と提携している。内陸国への輸送の場合は民間業者に頼まずにパートナーと組んで自分たちで運んでおり、車は自走で運ぶので、 現地で3600人ほど雇用している。アフリカ進出当時は、いわゆるマス媒体に広告は、打っておらず、買ってくれたお客様に、B フォワードの T シャツやキャップを配ったり、車の後ろにステッカーを貼り付けるなどのベタなことをやっていたら、お客様が B フォワードを SNS などで拡散してくれるようになった。顧客は、越境 EC サイトの BE フォワード JP から、 24時間注文できる。同サイトの月間ページビューは2015年5月時点で5600万 PV。アフリカのザンビアでは6番目に、サモアでは7番目に見られているサイトだ。世界中の新興国からアクセス件数が急増しているのが目に留まり、Google のアメリカ本社から副社長が山川社長に会いにやってきたという。趣味はゴルフ。ありがとうございます。